ただいまスタジオフラットより生放送しております。さて今日4月16日は女子マラソンの日でもあるんですね。1978年の今日初めて東京は多摩湖畔で女子のフルマラソンが行われたという日なんです。さあマラソンというと 42.195キロ、その195キロってどこから来たんでしょうか。そこで優子のこんなもん見っけことはですね、1908年オリンピックのイギリスロンドン大会で起きました。それまでマラソンと言いますと40キロ前後でいいんじゃないかという考えだったんですね。この大会も本来は42キロという設定、ここでゴールするはずだったんですが、そこに見に来ていたのがイギリスの女王陛下様。これじゃあ私からよく見えないゴールを私の目の前まで持ってきてというわがままを言い始めたんですね。そこで大会委員の方々頑張っちゃいました。じゃあ女王陛下の前まで持ってきちゃいましょう。そう、その距離がこの 0.195 キロだったわけなんです。このマラソンの距離というのは女王陛下のわがままから始まったものだったんですね。そしてまたすごいことが、今でもなおこの 42.195 キロというのは毎回手で測っているということなんです。50メートルの巻き尺でなんと844回も測って計測しているということなんですね。ですから大会ごとによって多少誤差があるんだそうです。以上こんなもん見けでした。いやエリザベス女王のわがままから始まったんですよ、あの195メートルは。ああそうですか、やっぱりね、あの女王様のは逆らえないと思うんだね。逆らないですよ、それはそうです、ね、今も昔も変わらん ね、 ね、どっかの国と同じだね、これね。はい、ほら、はい、